心診療所チャンネル。発達障害セルフチェック、今回は発達障害のしんどさ5つについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。近年、心療内科精神科相談が増えている発達障害、この障害は生来かつ続く様々な特徴がありまして、特効薬もない、そのことを背景に様々なしんどさがあります。今回は発達障害のしんどさ5つを見ていきます。まず発達障害とは振り返ります。これは生まれながらの脳の特徴になります。発達障害とは少し詳しく見ると、これは得意と苦手の差が激しい生来の脳の特徴になります。生活面や対人面などに影響が強く出ることがあります。そしてストレスなどを背景としたうつなど二次障害に特に注意をするところがあります。代表的な発達障害を見ていきますと、まずは ADHD、 これは不注意、多動、衝動が特徴的な生まれながらの発達障害です。忘れ物であったりイライラしやすさなどが目立つことがあります。もう一つが ASD、 自閉症スペクトラム障害です。これは社会性の障害、こだわり、この2つが特徴の発達障害になります。空気を読まない言動などが目立つことがあります。ここで二次障害ですけれども、これは発達障害にストレスや不適応などがあって二次的に生じる精神症状になります。内側に入るタイプ、うつや不安などもありますし、外側に出るタイプ、イライラなどもあったりします。影響が大きい一方で、予防であったり改善であったりの余地があるというのもこの二次障害の特徴です。発達障害の治療を見ていきますけれども、まずは特性の工夫、いろいろな特性がある中、これを自分でまず知りつつ弱点をカバーする、そして長所を生かしていく、そういう取り組みを日々続けていくというのが一番土台です。続いてが薬物療法、効果に関しては部分的ではあるんですけれども、 ADHD の方の治療、もしくは ASD であっても二次障害、うつなどに対しての治療、そのために薬を使うことがあります。3つ目が社会制度の利用になります。個人的な取り組みだけではなかなか難しい時に、リハビリであったり仕事であったり、そういう時に社会制度を活用するというのはあり得ることかと思われます。治療の基本的な考えとしては、まず薬物療法に関してはあくまで改善、寛解であったり治癒ではなくて改善が目標になります。特性自体は残るというところです。その上で日々の特性の工夫というところで改善を図ったり、必要な社会制度を活用するということがあります。ただその中で特性は残りますので、これとは付き合いつつ生活をしていくということが大事になります。続いて発達障害のしんどさ5つを見ていきます。続く特性を背景に様々なしんどさがあります。一つ目は周りと合わせにくい、周りと違いがあって自然には合わないというところです。この周りと合わせにくい、少し詳しく見ると、これは強い特性のために自然に振る舞うと周りとはズレが生じやすいというところです。 ADHD では例えば衝動から周りを振り回してしまうということがあるかもしれません。 ASD では社会性の障害から共感をすることは困難で、ズレが生じることが少なくないということがあります。ここにおいてやり方、合わせる合わせないということがあるんですけども、まず合わせない場合ですとトラブルになることがあります。発達障害とその他の方では、ルールやモラル、大事にすることなどでのズレが生じます。これを合わせないとズレたままになりますので、トラブルが繰り返してしまう恐れがあります。そしてその中から不適応になったり孤立してしまったりにつながることもあります。もう一方、合わせすぎると過剰適応になります。無理して合わせすぎるという方法を取れば、そのズレであったりトラブルであったりは確実に減ります。ただしこれはある種演技でもありますので、自分の軸は何かというのを見失いやすくなるのが一つの弱点です。そしてもう一つは、無理して合わせますので強いストレスが続きます。それによっては二次障害のリスクも高くなるというところが弱点です。続いてが組織に合わせにくいになります。周りの当たり前のことがやりづらいというのが特徴です。組織に合わせにくい、少し詳しく見ると、組織や社会というのはある種秩序を守るために一定の均一性を求める、ルールを求めるところがあります。それと発達障害の凸凹特性というのがミスマッチを起こしやすいというところがあります。そうなってくると、トラブルもしくは認知障害のリスクが生じやすいというところが出てきます。具体的に ADHD の場合どういうことが出るかというと、まずは不注意による遅刻であったり忘れ物であったりミスであったり、これが問題になることがあります。そして衝動性においてのとっさの出現が出てしまうというところのリスクがあります。もう一つ衝動としては、衝動的な怒り、これを相手に出してしまうことによってのトラブルとのリスクがあります。 ASD の場合ですけれども、まずはこだわりなどからのマナー違反が出てしまうことがあります。あとは切り替えが難しい、マルチタスクの困難というところでつまずきが出ることがあります。そして社会性の障害というところで、空気を読まない言動が繰り返されてしまうリスクがあります。3つ目が疲れやすいになります。
日々の生活で疲れ切ってしまうというところです。この疲れやすい、詳しく見ていきますと、まずは感覚過敏など生まれながら生来の特徴から負担がかかりやすい、疲れやすいというところがあります。その中で社会生活のストレスであったり、適応するための努力であったりで、さらに疲れやすいというところがあります。そして疲れやすい中、疲れが溜まりすぎてしまって疲れを取ることをあまりできない状態になりますと、認知障害のリスクが非常に上がってしまいます。 ADHD の場合の背景ですけれども、まずは過集中、集中すぎることでの疲れの影響があります。2つ目は怒りを抑える、怒りのコントロールというところでかなり疲れてしまうことがあります。3つ目は不注意に伴う休養が苦手、いろんなことに気が回ってしまって休むことは苦手というところも言われるところがあります。 ASD の場合ですけれども、まずは社会適応の努力というところ、なんとなくつかみにくいところをリズムで埋めていきます。この疲れはかなりあるというところがあります。2つ目は感覚過敏、人にもよりますけど、感覚過敏によって同じ情報も強く受け取ってしまって疲れやすくなってしまいます。3つ目が注意の切り替えというところ、こだわりというところは注意の切り替えが苦手、マルチタスクが求められれば、無理して合わせれば非常に疲れがたまることになります。4つ目が周りからの偏見になります。奇妙さの指摘とイメージの偏見、この2つがあります。周りからの偏見、少し詳しく見ていきますと、この一部の発達障害の悪いイメージというところから偏見を受けることがあるというところがあります。1つ目としては実際の奇妙さというところを揶揄されてしまうというところもあります。もう一つはイメージが先行で偏見を持たれて心ない言葉を受けるということもあり得るというところがあります。 ADHD の場合の例を見ていきますと、まずは不注意に対してただ怠けているだけだとか、そういう偏見を受けることがあります。そして衝動に対しては自己制御ができていないというふうなイメージ付け、偏見を持たれることがあります。そして最近ですと、ある種イメージ的に ADHD を免罪符にしているんじゃないかみたいなイメージを偏見として持たれる場合があります。 ASD の場合ですけれども、まずは表情や動きなどの奇妙さというところを揶揄される、からかわれるというところが出ることがあります。そして対人交流の乏しさなどに関して、陰キャであるとかいろいろ揶揄されることがあり得るというところです。そして最近あるのは、いわゆるカサンドラ症候群の加害者みたいな、相手の感情を理解せず加害者的な言動を繰り返してしまうみたいなイメージ、偏見を持たれる場合があるかもしれません。5つ目が自己否定と二次障害になります。失敗の反復から自己否定になってしまうというところ、自己否定と二次障害、少し詳しく見ますと、発達障害があると社会生活で失敗であったり迫害されるような体験をしやすいというところがあります。この失敗等の繰り返しによって自己否定に至りやすいというところ、そして自己否定と続くストレスから認知障害も起こしやすいというところがあります。自己否定、少し詳しく見ますと、失敗体験から自己肯定感が下がってしまって自信を失った状態が続きます。そしてどうせやってもダメだという、これ学習性無力感といいます。これがついてしまうことが少なからずあります。これらが合わさって自己否定が続きまして、何か新しいことを取り組む挑戦もできなくなって、この自己否定が慢性化してしまいます。認知障害を見ていきますと、これは外的なストレスや過剰適応からまずストレスが溜まりやすいというところがあります。そこに先ほどの自己否定から自分で自分にストレスをかけてしまうというところも重なってしまいます。これら2つのストレスが重なってしまって認知障害の危険が非常に大きくなるというところがあります。そして認知障害からさらに自己否定の悪循環というところですが、認知障害でうつや対人不安が強まることは少なくありません。そうするとそれによって社会生活が困難になって、これが挫折体験になります。そうするとそこからさらに自己否定をする、この悪循環になってしまう恐れがあるというところです。今回は発達障害セルフチェック、発達障害のしんどさ5つを見てきました。発達障害は ADHD、ASD が代表的な生来の脳の特徴になります。特性、特徴自体は続くことを背景に、以下5つのしんどさがあります。まずは周りと合わせにくいというところ、続いて組織に合わせにくいというところ、3つ目が疲れやすいというところ、4つ目が周りからの偏見、5つ目が自己否定と認知障害になります。もし幼少期から頑張ってもなぜかうまくいかない、こういうしんどさが続く場合は、発達障害の可能性も一つ検討していただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。